20年モデルの、50周年記念車の GTR、はい、デカールが特徴ですね。ちなみに喋ってんのはこの人でした、はい、佐藤久美です、はい、なんか全部見直しみたいな感じで、外観はまあね、こんな綺麗なブルーに派手めの白いストライプが入った記念車なんですけど、サスペンションやエンジンやタービンや、全部見直ししたって感じの20年モデルの GTR です。あ、これはキャリパーが何、オレンジっぽい、ゴールド、ゴールドです ね。ニスモだと黄色くなるのかな。はい、これがリアビューです。ここに50周年のエンブレムがついてます。で、なんとここに50周年アニバーサリーのサインまで入ってますね。GTR が、まあ、箱スカでデビューして、その後はケンメリ、それで、3233、34ってなって、これが第3世代の35、20年モデルということですね。乗り越えてもやっぱそれなりのこう、ちゃんと丸くなってるよね。でもステアリングとかは結構キビキビきますよね。あとやっぱりその何でしょう、まあ、これはニスモじゃないけど、重いものがこの重心近くに集まってるとか、はいはい、そういうこうパッケージそのものも切ってんでしょうね。あ、そうだね。単にシャーシーとかチューニングだけじゃなくて、いわゆる素性みたいなところだよね。そうですよね、だからなんか GTR って見た目も軽快じゃないじゃないですか、ずっしりしてるじゃないですか、でもなんか走るとすごいこう意外な軽さがありますよね。いや、もう軽快だよね、いい意味での、いや、このサイズのこの大きさでね、あの何、すっ飛ばすとすごい軽快じゃん。そうですよね。それがやっぱ驚いちゃうよな。で、あとエンジンの軽さね、これは気持ちよく回るもん ね。それがまあサーキットとかじゃなくて、こういう普通の道を普通のスピードで走ってても、そのエンジンの軽さとか感じる、ね、感じる感じる、すごい進化したよな。だって3人やし、古い話で恐縮だけど3人でレースやってましたけど、あの頃はやっぱエンジン重いって重いし、レースポンスも良くないと思ってましたもんね。いや、もうそのターボ力見越して踏んでいかないとダメみたいな、そういうなんか特殊な乗り方というか、確かにターボ力あったからね、あの当時は。いや、こういうゼブラでも全然乗り心地いいな、すごいですね。もうあの目線がぶれないのがすごい。あ、確かにそうだね。こういうですね、普通の道普通に走って良さが分かる車っていいですよね。サーキット速く走って、まあ、速くていいのは当たり前みたいな、そうじゃなくてね、普通にこの、だって今のとこなんて40キロまた出してないですよ。そうだよね。足がこうすっごいすっごいしなやかに動いてるから、あのこう路面に全部ちゃんとついてきてますよね。ね。全然こうポコポコ跳ねないで。忙しい、せわしない路面通りに足がちゃんと動いてるっていうのがすごいですね。こちらが、ニスモモデルですね。2020年モデル。外観がやっぱりだいぶ違くて、一番驚いたのはこのブレーキ。でかっ。でかっ。このイエローのキャリパーもすごいけど、ローターのでかさがすごいよね、これね。しかも今これ持ったら軽いんですよ。マジで？重量、もう普通の、あの、基準車のは重くて持てない。普通のは。カーボンセラミックの威力？そう、これだったら持ち上げられました。へぇ、そうなんだ。下の重さが全然違いますよね。ああ、そうなんだ。で、それと、ね、ホイール？冷却良さそうですね。冷却？それと、フェンダーも、エアーが抜けるように。はい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 。いいっすね。
名前入ってる。そうだ、本当だ。だから名前のプレートもそこにありまして。エンジンかっこいいでしょ。ねえ、なかなかあのボンネット開けて、うん、へーってないけど、最近かっこよくない車いっぱいありますからね。塩屋さん心臓部がこう、普通はね、もうみんなカバーかぶっちゃってね、エンジンを見せるっていうのになってないから、久々になんかボンネット開けてときめくよね、こういうのはね、うん、これもずっとニスモが黒、赤とこの赤でやってます。すごいなツインターボっていうこうねえ、そうそう、見せるエンジン、なるほど、そうですよね。いや嬉しいです。本当だ、カーボンでちゃんとタワーバーがピローっと前周、ね、さりげなくそこで実は、すごいな。見えました。よくあるのはね、こう一本こう、まあ普通そうですよね。これも当時は、まあ、まだやったことないことでして、かなり苦労しましたね。でも普通の人ってやっぱローターがどれぐらいの重さかってあんま分かんないもんね。でもね、これは本当あの持てるか持てないかだから分かりやすい。ああ、余裕、余裕、力ありすぎんじゃないの。いやいやいや、そういうわけじゃない。そんなこと気をつけてください。ちょっと持ち上がったけど、これで限界。ああ、なるほどね。相当やっぱバネ下軽くなりますね、これだとね。これはバネ下だから相当効きますだね。はい、でもね、やっぱこういうのは本当バネ下だから効きますね。そうですね。で、まあどうしてもキャリパーはあのここにセンターブリッジつけてなるべく光合成で軽いものっていうふうにしてるんですけども、やっぱサイズが大きくなっているので、あとはアルミとアルミで同じ素材なので、やっぱ大きさの差分こっちの方が重くはなってます。はい、であとはパッドつけると、まあ、このサイズのパッドなんで、すごい、手が入ると大きさが分かるかな。ね、うん、ね、このサイズのパッドなので、さすがにこれ2枚つけると相当重いんです。なるほど。パッド1枚で1キロぐらい、1キロ強あるので。あ、普通だってパッド転がるでしょ、半分ぐらい。大体このフロントの、これがフロントっぽいよねっていう。ああ、そうですね。そうですよね。リアですけども。はい。これが羽が10枚になったものです。はい。インペラが10枚。はい。ハウジング見た限りじゃちょっと違いは分かんないですからね。中のインペラが枚数が減ったと。ニスモはまあ、イゾス側のタービンのインペラが変わってます。で、基準車の方はコンプレッサー側ですね。コンプレッサー側に自身のアルガーを投入して、まあ、それで、まあ、隙間がですね、まあ、通常コンマ3ミリあったのが、これが半分の 0.15 ミリになって、より空気を効率よく圧縮できるというので、まあ、大体加速レスポンスでいくと 5% とか、ニスモは加速レスポンスでいくと 20%。 これはもう乗ればもう明らかに分かるぐらいの違いですね。これがニスモモデルで、今度はサーキットで試乗です。はい、助手席ですけど一応ヘルメット被ってます。大丈夫？はい。はい。はい、じゃあお願いします。じゃあ行きます。あ、待って。あれ、オフはどうやってやんの？こっちがオフになって、ESC がオフは下だね。これ。あ、オフになった。では、行きます。あ、ほぼほぼだ、早い。一発目からこれかよ。
んない。車が速すぎて道が足んない。しやすそうに見えたけど、めっちゃしやすいですね。おすごいしやすい。おでもね、これもうベタベタに速度を落とす前に向き変えて、はいはい、行かないとダメですね。ああそうだ、ダメっていうか、うん、普通にやっぱヘアピンとかハンドルで曲がろうとするとやっぱアンダー出やすい、スピード高いしアンダーになっちゃうけど、その手前でもう難しいけど、ある程度こうもう速度乗ってる時にこう、そうね、ある程度速度乗ってる時にもこう向きを変えてった方が向きが変わりやすいですね。まあ、常識よりも早く荷重コントロールしていかないと難しそうな感じだったかな。そういう感じですね。そういう感じですね。うん、すごく荷重のコントロールが上手にできてると、高い車速の状態でもノーズがスッと、ね、入りやすくなってるから。そう、本当にその荷重コントロールでうまく曲げて、使って上げて曲げていくと、うんうん、アンダー出ないで、うん、今こうやってクールダウンで走ってると80キロ出てるんだよね、これ。今ほとんどアクセル踏んでないんでしょ、これも。ねえ、ね、
普通に速であれしても、そうね、そったそったで教えてないですもんね。そう、いやでもやっぱ楽しいですね、うん、インタールをサーキットで走ると、うん、すごいその細かい、たかが4キロ、されど4キロ、たかが2キロっていう、その、はいはい、やっぱ軽量が多分効いてると思います、うん、随所の。なるほど、うん、こうもうパワーはとにかくすごいけど、うん、パワーすごい割には扱いやすい、うん、乗りやすいっていうのが、まあ、もちろんその4駆っていうのもあるし、うん、ただこうた安定だけじゃなくて、うん、本当その走る、曲がる、止まるのバランスが、うん、絶妙ですね、うん、いやー楽しかったです。はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもぜひよろしくお願いします。